もう調子悪い時も喋らない喋らない、一番はい、てな感じで本日はですねゲストにタイガくんが来てくれました。どうもー。で、今回なんですけど、ちょっとインスタグラムで、まあ、急遽ちょっとね時間があるということで動画撮っているので、ちょっとあの質問コーナーをね募集しようと思ったんですが、うん、あのインスタグラムの方で募集したんですが、本当にものの10分15分ぐらいしか経ってないということで全然コメントが来てなくてですね、言っちゃいます、質問来てないけど来てる体で動画作っていこうかなと思います。ここで言ってまうしかも。そうなんかちょっとあの質問来てる風にしようかなとか思ったんですけど、さらけ出しすぎてるの、もうあのなんか視聴者に申し訳ねえなってだんだん思ってきて、ちょっと罪悪感を覚えたんで、やらせ動画を作らず、あのリアルを届けようかなと思います。はい、そういう感じでやっていこうかなと思うんですけれども、うん、ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。あ、どうも、歌歌って作ってます、タイガです、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段ですね、あのいろんなタイガくんの動画も僕は作ってたりするので、まあ僕のチャンネルではもうおなじみのねタイガくん、愛は勝つ、トークトーク、あとチモロ、うん、TikTok ね、YouTube 両方のバズってる動画でいつも出てくれてるので、皆さんね、僕のチャンネルの人はおそらく知ってるかなと思うんですが、お世話になっております。はい、かわいいかわいいタイガくんなので、ちょっと今回はいろんな、ああえぐい、ピースできてない、もうピースできてないてな感じで、ちょっと今回はですね、いろいろこう質問がね、本当に来てるということで、いろいろこう、先ほどしかやっていこうかなと思いますけど、いや、1個しか来てないです。まあ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 、1個しか来てないので、まずちょっとやっていこうかなと思います。ケイトさんからご質問が来てます。うん、歌う前の、喉のケアどうしてますかっていうことなんですけれども、はい、どうでしょう。はい。あのね、歌ってると、やっぱりこう、最初、こう、ここに、こうなんかこう絡まったりすると思うんですけど、それをってしたら、はい、やっぱ喉声帯がこう結構痛くなっちゃうんで、それをうーんってせずに、お水をたくさん飲む。あで、ちゃんとこう声も出しながら、そしたらだんだん通ってくるんで。確かに、なんかレコーディングの時ってなんか歌う前に癖でさ、なんかやってこう歌おうとすると大体なんかひっくり返ってたよ。だからそういうところが意外とあるかな。いっぱい飲むこと、やっぱり喉の気は水気や、水が大事。飲んでください。え、龍角散とか普段から食べる？食べる食べる。でも新潟の人みんな龍角散食べてない？なん、分からん、分からん。いや、そうなの。俺で結構いろんな人をレコーディングするからさ、絶対顔の中に絶対龍角散入ってるんで、意外となんか龍角散がいい説あるかなと思ったんですけど、これでも ライブ行っても持ってる人いてる。あ、いや、なんだ、絶対持ってる人おるよな。そう、龍角散も本当にシンガーみんな持っとるから、意外と龍角散がいいかなと思いつつ、僕の喉のケアは特にしてないので、シンガーではないので、僕は普段からまあフルコン、まあ、常にコンディションがいいというか、まあ、常にフルコンディションというかね、本当に今日の水平線とかね、本当グッドグッド、本当何回も取り直しして すっごいグッドグッドグッド。はい、で次ちょっと質問来てる程度いきましょうか、うん、ちょっとねなんか来てたら嬉しいんですけれども、あ、来てないですね。来てないね。来てないですね。来てる感じで喋ってたか。あ、ちょっとね、じゃあどうしようかな。じゃあ TikTok の、まあ、歌う曲はどうやって選んでるのかな。これ個人的に僕がタイガくんへの質問になるんですけれども、どうでしょう。選ぶ、まあ、基準じゃないけれど、基準じゃないけれども、なんかそのたまたま歌ったらバズりましたっていうパターンなのか、はたまたこう、まあ、自分の歌声にはこの曲が合うだろうでこう曲を選んでるのか、もうどうなのかなっていう。まあたまたまです。適当や。適当や。いやでもほんまに、でもそのなんかこう流行ってる歌をあんま自分気に入ってないけど歌うみたいなのは自分のあれ的にあんまりしたくないから。確かに確かに。そうやから、あのなんかこう自分が心から好きで歌ってて楽しい曲を歌うようには心がけてます。ってことでね、タイガくんのグリーンバンバンは多分出ないということで、ごめんなさい。それはバンバン、グリーン、グリーンバンバン、もう裏方やもんな。そう、でもそこはね、俺もね一緒なんよ。そう、なんかグリーンさんこうやって歌ってくださいみたいな、もちろんそのコメントでいろんな人がくれるから、それをまあチェックするのはもちろんそうなんだけど、もちろんね、こう動画を見ながら、あ、最近だったらバックナンバーの手紙歌ってほしいですみたいなコメント来たんで、ちゃんとチェックはしてるんですけど、なかなかこう流行りについていけてない部分があるので、僕もね、なんかこう、あ、これなんか歌いたいなで選んでる気がするので、意外と皆さん TikTok はさ、そういう感じなのかなって、ちょっと同じタイプだと今思いました。うん、え、じゃあ俺からも質問いい？お、全然全然どうぞ。その1日何時間寝てますか？あ、でもこれ結構
と常に忙しいイメージを持って最近じゃないこう、うん、いろんななんかストーリーとかでいろんなロケハン出たりとかしてるんで思われるんですけど、もう寝てないと思ってます。いや俺ね大体12時に寝て毎朝7時には起きてるので1時7時間は必ず寝てると思います。めっちゃ健康的やん。めっちゃ健康的だから寝てんねや。朝そう7時に起きて、うん、まあ朝ごはん食べて、うん、それはもう8時から編集し始めて、うん、で大体8時ぐらいまでずっと、まあ、12時間ぐらい近く、まあ、休憩も挟みつつやけど、まあ、もうやって自分の動画撮ったりいろいろ編集したりレコーディングしたり撮影出たりとして、まあ、撮影、MV の撮影とかはちょっと朝から晩、本当朝5時に出て帰ってくるの夜の11時とかだから、うん、まあ、機材の荷卸しとかもあるし全部自分で一人で全部そう、キャスティング、照明、撮影、編集、カラグレとかも、まあ、ディレクションとか全部自分でやってるから、もういつもありがとうございます。いやいや、本当に、本当にありがとうございます。やめてください。いつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にお世話になってます。いやいや、そうだからこれちょっと思ってんのが、うん、いや郡司さんと大河君って同い年なんですかって結構コメントくるんですけど、実は違います。あ、そう見える。そうだから地元の友達だったんですかとか、うん、結構こう仲良くてこうタメ口でこうお互い喋ってるから結構くるんですけど、まあ基本だってさ、俺とこうタメ口で喋る人っていなくね。そうかい。トイゴぐらいじゃない。そうせやん。だって龍騎も。龍騎敬語やろ。敬語か。イランチもそうやろ。ゆいちゃんもそうやん。俺とみゆぐらいか。じゃあみゆだろお前。お前らの気持ちだよ。お前らそうで、タイガが今僕の1個下で、みゆちゃんが3つ下、せやね、俺の2個下やつ。違う、そうした本当、舐めた兄弟だ。中学もかぶれてるなそう、でも TikTok でこう出会って、実はあのワインディングロードの企画があって、そこで始めました。あれだから2年前の5月とか。そっか、もう2年経つんかね。2年前ぐらいの5月に、だからその時にほとんど始めまして、もう北大理由もそうやし。そうか、みんなだから TikToker のその撮影、うん、TikTok で出会った人って TikTok じゃないかじゃないけど、シンガーたちの集まりのところの撮影に呼ばれて行って始めましてって出会って、うん、だからそっからタメ口やけどな、始めましてから。いやでももうなんかこうすっごいね、あのちゃんと、うん、なんていう、もうあの、あ、もう田口です、よろしくお願いしますみたいな感じで、大人ですか。そう、だから最初俺も、あ、よろしくお願いしますって感じでこう行ったんやけど、そのもうあまりにそんな硬かったら、はい、なかなかこう距離も縮めづらいということで、はい、そのタメ口大作戦決行に至ったわけですね。そのタメ口大作戦あるけど、うん、その俺未だに覚えてんのは、うん、なんかあの、そう、何歳ですかみたいな聞かれて、いや、俺20、だから当時22、うん、だから大学卒業してすぐぐらいの時に多分出会ってるから、うん、22歳ですって言ったら、うん、ああ大丈夫や、食べよ、俺いけるわ。まあ、そんなで、ちなみにこれは俺は君に言いたい。あの日、うん、遅刻してきてるんですよ、実は。いや、本当にそう、彼は初めましての日に、まあそう、もうみんなこう時間通りに来て、時間通りこう段取り組んでやってるのに、彼は駅の着いたぐらいで財布を忘れてたことに気づいてですね、家に取りに帰るというね、失態をしてるということで。いや、マジでちょんぼちょんぼすぎる。これは本当にちょんぼすぎる。じゃあマジでほんま、あともう 50m やって駅までチャリでで、見ると行ってて、バグですね、ほんと。で、その駐輪場のお金払わなあかんなってこうってやったら財布なかって、あー、もうバカだ、もうバカすぎる、もう先行って、もうバカすぎるわ、それも。ちょっと天然すぎる兄弟のあっていう、兄弟は何、意外とみゆちゃんの方がしっかりしてるさ、あるんですけど、いや、あのね、そうだね、あの、大河君、今までの撮影、全部80、まあ、8割ぐらい、9.9 割、今日もですけど、時間通りに来ない。ちょっと申し訳ないと思ってんねんな。だから10時に集合ねって言うと、大体10時半ぐらい。今日は10時半に集合ねって言って、着いたのが11時ぐらい。マジで寝坊した。どうでしょう、大学的に。いや、なんかこうやっぱり、うん、それもだからグーの音もね、グーの音もね、じゃあ俺チョキの音どうぞ。はい、じゃあ、えぐい。いや、だってそんな、いらんことしたやん、自分が。俺別になんかやれみたいな空気も何も出してなかった。自分で言って自分でこけてたらいいと思う。本当に、本当に、本当に。そう、だから大学の時は大体僕がボケで突っ込んでくる。で、もう飽きたら突っ込まない。はい。そう、でも結局ね、もう今日はあの質問が全然来ないということで、うん、ちょっと今チェックして。
してるんですけどね。まだまだケイトさん以外送ってくれないってこと。みんな僕の視聴者どうしたの？インスタグラムで募集したんですよ。でまたなんかあったらフェアって撮ったらいっちゃう。フェアって撮りましょうか、うん、じゃあちょっと、ね、来るまでちょっと休憩で行きまーす。またねー。質問コーナー再開しました。でですね、もういろんなコメントが来てます。うん、じゃあいきますね、ほんと、うん、素の二人ほんと好きっていうコメントが来てます。マジ？ありがとう、ありがとう、グッディグッディ、ありがとうございます、ほんとにきっと、やったー、ありがとうございます。まずこれレコーディング回ってるか分からないから確認してくる。うん、これで回ってんかったらあんまり来ます。いや、グッディ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 ファンマークをつけたいですって。ファンマークなんかないよ。ファンマークなるほど、大だから、うん、グッディ親指の何なんで、ね、でもファンマークって何のこと。いや俺は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 何知らんの。知らんの。え、知らんの。知らんの。結構いろんな人つけてくれてる。何、え、ちょっと待って待って待って、何だ、ちょっと田口軍司の界隈のこのやっぱりファンマークありますか。ブロッコリーとマイクで、まあ当時青のパーマ出たからね。なるほどね。そう言うんですよ、うん、そう、ありがたいことに視聴者さんがつけてくれたんです。いや、俺は大丈夫っす。大丈夫です、でつけないそうなので僕は、うん、みんな、あの、いろんなね、あの痛い痛いって、あ、もうほんまやかんねん、鼻ほじってはほんまやかんねんな、これ絶対カットせんねん、俺はカットして、ズームするあ、わかんねん、それそれじゃほんまやかんねん。で、次の動画、あ、そう、もう一人進んでいきますね。はい、どうぞごっつい、ごっつい流れたけど、TikTok ライブいつしますか。気分、あ、ほんとそう、いや、ほんまに、なんかね、やっぱりこう、みんな入ってきたいと思うんですよ、その時間にね、ぴったりに入ってきたいと思うんですけど、やっぱこう、歌の練習ついでにちょっとやろうかなとか、なんかこう、すごいわ、うん、なんか一人でちょっと喋りたくなった時にやる。そう、電話とか、そう、なんか、あ、今やなっていう時に、その、もうそこでインスタで今からやりますとかは俺はもう間に合わない。そうそう、だから事前に告知してとかってよく、あの、グジさんいつライブしますかって言われて、うんって言いながら、あの、急に始まって俺大体15分ぐらいで終わるから、もう理不尽よな誰も入ってこないよ、そんな15分とか。だからもう僕の TikTok ライブ見れた人は多分おそらく宝くじ買った方がいい。そう、だからそう、ラッキーと思ってくれてそれで OK かなって思うっすね。そういうことが見れた人ラッキー。ゲリラしかやりません、僕らは。うん、だから楽しみに通知オンにしてお待ちください。そう、なんかもうそれか、ほんまにあの、なんか曲書いてそれなんかこうええ感じにできて、で、その時にちょっとみんな聴いてとかやったら、もしかしたら告知ね、あるかもね。だからストーリーチェックだね。そうそう、また言います、また言います、それも言います、いっぱいあります。あと二人でなんかライブしてくれたら嬉しいなって、TikTok ライブしてくれたら嬉しいなってあったんで、うん、今日はちょっと本当はもうしんどいんで、うん、もう今日は疲れたから、ね、この番組してもらって次回以降またやるかもしれんし、うん、せえへんかもしれへんし、うん、でもそういう言葉が来たってことは、うん、もうやらんといけんとも思うし、うん、でありがたいこと、グッディグッディ、ああ、グッディ、ありがとうございます、グッディ出ちゃったから。そう、じゃあもうラストの質問いこうかな、結構来てるんですけど、なんかあの、うんうん、いつも楽しく拝見してます、歌のリクエストしてもいいですかってハッピーさんから来てます。うん、いや、そう、いいけども、うん、あ、じゃあまずありがとうございます。ありがとうございます。そう、いい、じゃあ全然あのリクエストくれるのはありがたいんですけど、あの、まあ答えれるかどうかはまだちょっとまた別の話かそう、そう、俺結構 TikTok のコメントでほんまこれ冗談的でブリンバンバン歌ってほしいですってくるよ。ギャプテン、あの、アワードモードで歌えへんよ、あんた本当に、そうなんです。あと、あの、洋楽の何々歌ってもらえますか。うん、日本人です。あの、これは、俺はもう言いたかった、ごめん、本当に、あの、リクエスト超嬉しいです。もちろん、あの、感謝もしもちろん、そのね、うん、あの、花とか、最後のやつ、実はリクエストから来てる。で、ああ、そうか、視聴者さんと一緒に作った動画なんですけれども、うん、あの、ね、たまにあのエド・シーランの「何々」って曲歌ってくださいとか言うんですけど、って言いながら歌うので、英語は歌う人は弾きたい、弾きたいと
また、英語の曲はね、ほんとこっちに言っていただければいけるんですけど、うん、でもそうね、あのほんまにでも、なんか来た中で、あ、これええやってなったら、はい、そのあ、めっちゃいい曲歌ってみたいと俺も思ってたのってなんかなったらね、嬉しいよね。俺もちょっと歌ったりするんですけど、でもその、なんかこの、うん、リクエストに応えてくれないからってみんなを嫌いとかじゃなくて、うん、歌ってやんもん、うん、今日は見たらいいと思う。みんな大好き。おい、なんでタイガくんのチャンネルでグリーンバンバンいっぱいリクエストしちゃってくる、うん、だからそんなことじゃないわ。違うやん、もういいです。違うか、はい、もういいです。そう、もうじゃあこれでちょっと最後の質問にしようと思ったので、うん、なんかちょっとエンディングトークをしていこうかなと思うんですけれども、うん、まあ、今日ね、いっぱい動画を撮りました、うん、で、今日の撮影時点がですね、3月の11日なので、多分上がる頃にはおそらく3月の中旬もしくは4月前ぐらいになってると思うので、うん、ちょっとこの TikTok の、あの TikTok じゃない YouTube 上がるのも多分それぐらいの時期に設定してると思うので、皆さんあの楽しみに動画お待ちください。これの前後にですね、あの水平線をね、大学で一緒に買ったので、よかったら拡散もシェアとかしちゃってくれたら嬉しいなって思うので、また次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。またねー。バイバイ。